なるほど。大当たりが出るとだね。大当たりが出ればいいんだ。やってみます。どうぞ。大当たりが出ればいいんだね。ゲームをするときは画面に近づきすぎないように注意してね。下画面を抜けてた。スーパーヒーローシップラー、はい、どうぞ完了だ。スーパーヒーローライセンスをしまっていくかな。あげるか。星2だだけ。星が2つなの？だから弱い。じゃあドクターあげろ。そっか。今ここへ太陽タッチ。下画面の太陽タッチ。サポーターにして仲間にリンクラインやってると発動。このミッションは。仲間の受けるダメージを 30% 軽減してくれるってよ。結構あれだよ、ダメージを 30% ね、ダメージを少なくしてくれるらしい。そうなんだ。はい、そっちに置いてみて。どれ使う？カード。お助けチケットを使うと、このミッションにするなら、このミッションでは、メテオバトルで遊べると、このミッションでは、メテオバトルで遊べると、このミッションでは、このミッションでは、メテオクリアに挑戦できるようだぞ。このミッションでは、このミッションでは、このミッションにするなら、もう一回タッチしてくれ。このミッションでは、メテオバトルで遊べるぞ。お助けチケットを使うのかい？お助けチケットを使うと、バトルで有利に戦うことができるぞ。ただし、お助けチケットを使う。違うの出てる。キャラクターを登録するんだ。君の持っているバトルカードを、下画面の光っているところに置いてて、7枚まで登録できるぞ。登録するキャラクターが決まったら、チーム結成をタッチするんだ。カギローのバトルカードを押すと、君の分身を登録できるぞ。バトルタイプがスペシャルのカードは1枚ずつ登録できるぞ。俺たちのフルパワー見せてやるぜ。これがスーパーブライアイトを選びぞ。変えたの。順番変えた。次にスーパーヒーローロボのバトルアプリを発動。バトルアプリを発動。バトルアプリの発動ラウンド決定だ。では出発するぞ。戦闘開始。浮いたままだぞって感じ。分かんないけど。すごい怖いほど少ない気がするんだけど、こんなもんなの。
ほら、本当だ。集めたら何になる？あの増えません。